にちは、ちずちゃです。今回はモンスターハンターダブルクロスのラスボスであるアトラルカ、こちらをヘビーボウガンで簡単にいなす方法をご紹介したいなと思います。ただこの方法は結構有名なのでご存知の方もいらっしゃるかなとは思うんですが、改めてご紹介させていただきたいなと思います。ということで今回挑戦するクエストはこちらです。うごめく巨城。それでは早速クエストの内容を確認していきましょう。メインターゲットはアトラルカの討伐、目的地は旧砦跡、サブターゲットはありません。酒場のマスター、動く砦と噂されたモンスターアトラルカが旧砦跡の周辺で姿を消したらしいの。誰の目にも留まるような巨体が突然消えるなんてありえないわ。今こそ真実を確かめる時が来たよね。さあ決戦の場へ舵を切るわよ。ということなんで早速舵を切ろうかなと思います。今回食べる猫飯は猫の暴れ打ちです。憎まれ上手もついちゃいそうですね。いくぞー。うごめく巨城。来ました。ではまず競争薬グレードを飲んで入場しまーす。まずは斬裂弾でブレイブゲージを貯めていきます。ほい。暴れ打ちなんでちょっと離れてると結構エイムが大変なんですが、よっときっちり当てていきまーす。ほい、よいしょ。あ、外した。あ、痛い。あんま気にしないでいきまーす。あ、これやっぱり危ない危ない。よいしょー。はい、ということでブレイブキンチがなんとかやっとか止まりましたので、貫通弾レベルっすよ。しゃがみまーす。あとなるか、玉肉質はこの状態の時は頭が50で尻尾が45です。ただもう多分ダメージ入ってるなと思ったんで移動をし始めました。よっ。アトラルカここで変身をするんですが、一回ブレイブゲージをブレイブしてゲージを貯めて、でここでしゃがみます。そうするとここでですね、弱点がむき出しになるので、タップで言うとこの位置で弱点がむき出しになるんで撃ちまーす。で撃つと多分この状態になって、はい、壊れたのでまたアトラルカに、メセトからアトラルカに戻ります。途中でね、ブレイブを挟んでブレイブゲージがなくならないように調整します。もちろんしなくても調整は可能なんですが、これやった方が安定はします。頭から尻尾に向けて打つようにすると一番入ります。頭と尻尾が肉質弱いので、そこに貫通位置を当てるようにします。そして最大数センサー使いました。はい、じゃあ移動します。第2段階のメセトですね。お、私いつも場所がアトラルメセト。あ、ちょっともうちょっと左の方がいいです。ちょっと左こうなっちゃうんでね、もうちょっと左だと綺麗に打てるんですけど、やれちゃいましたね。よし、見えました。手打ちまーす。よいしょ、打ちまーす。よいしょ。弾1個残した方がいいんですけど、そんなに変わらないのであまり気にしなくてもいいです。こういう感じで1個残せば反動なくクロリンすることもできます。多分もうこれで OK、 来ました。でここでブレイブリロードしてまた貫通を調合します。まあ、あとは倒すだけですね。ほい。なるべく頭から尻尾に通すように打ちまーす。
まーす。よっ、なるべく難しいですけど、なるべくクリティカル距離で、難しいですけど、よいしょ。これで3人で撃ってると、3人以上で撃ってると普通にひるんでくれるんで、ダメージを受けずに倒すことも可能なんじゃないかなと思います。お疲れ様でーす。綺麗だな。はい、4分弱ぐらいかな。うん、3分40秒です。そこそこ早いタイムで周回することができるので、こういうやり方もあるんだと思っていただければなと思います。だからタイムアタックとかになるとね、またねやり方とか装備とか結構変わってくるんですが、今回は割とちょっと練習したらどなたでもできるやり方でご紹介させていただきました。よかったらぜひ試してみてください。お疲れ様です。まあ、ただね、ハンターランクポイントとかお守りだったら、ブラキタウン校の方が、てんてんてんみたいなとこ、あるんですよね。でも、弾欲しいしな。うん。本図コインも手に入るしな。じゃあ、装備の紹介もさせていただこうかなと思いまーす。3分40秒。それでは装備のご紹介させていただきます。私今装備してるのガオークオバルデっていう人王ガのヘビーボーガンです。今回3人が3人ともこの装備で来ているんですが、攻撃力357、スロットガンに回収元の回収は 20%、 そしてリロード普通でブレはなし、反動は中というヘビーボーガンです。最初に武器内蔵弾の残裂弾、こちらを使ってブレイブゲージをために貯めます。そしてブレイブゲージが溜まった後はレベル1貫通弾をひたすら撃つだけのお仕事という感じになってます。でこれ絶対ご質問来るかと思うんですけど、コムレダウラじゃダメですかっていうご質問いただけるかと思うんですが、大丈夫です。コムレダウラでも正直そんなに問題はないことが多いです。うん問題ないです。なんですけど、まあ、一応ガオの方が若干安定しやすいかなみたいなところはありますが、全然コムルでも問題ありません。そして仮技も完全調合にしてますが、別にこれにしなくても人数があればね弾も足りるかなと思います。発動スキルは見切りプラス2、回収率が 20% アップするという火力スキル、そして貫通弾貫通アップ、これは貫通弾貫通の攻撃力が 1.1 倍になるというスキルです。そして、弾道強化、弾道強化は一部の弾丸矢の最も威力の高い状態を長く持続させるというスキルで、こちらがあるとクリティカル距離っていうものが長くなる、なので高い攻撃力で撃てる長さが長くなると思っていただければなと思います。そして連撃の心得、これは連続で攻撃がヒットすると回心率が上昇するというスキルで、まあ、ふわっと言いますとたくさん打つと回心率がプラス 30% になりますよという、そういったスキルになっております。そして超回心、これが回心攻撃の際ダメージが増加するというスキルで、通常回心攻撃っていうのクリティカルヒットが発生すると攻撃力が 1.25 倍になるんですけど、それが 1.4 倍になります。なので、この、ガオークオバルデに関しては 70% の確率で攻撃力が 1.5 倍になります。そして、お守りは、連撃後スロ3。連撃後スロ3で組んでおりまーす。装飾品は、シャホージュ2が1つ、シャホージュ1が1つ、シャホージュ2が1つ、シャホージュ2が1つ、回心銃1が2つと、連撃銃1が1つとなっております。で、今回ね、あくまで、3人で行ってるので、まあ、ガオークロワールドで行ってるんですが、まあ、これのスキルがね、足りなくてっていう場合でも、まあ、4人集まれば、割となんとかなるんじゃないか、みたいな作戦でございますので、まあ、皆さん、ちょっと工夫して、お持ちの武器防具で
チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで今回は以上に、最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。チャンネル登録がお済みの方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。